はいどうも顔面偏差値28イケメン界の浪人生アキキュンです。よろしくお願いいたします。イエーイラオラオコメント高評価チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでね、やっちゃいましたよと。いや、そんなね、なんか AI とか、なんかそういう知識はないんで、頑張ってね、頑張って、馬の名前をね、入力して作りましたよっていうね、そんなとこですね。はい。いや、杉本さんに呼んでもらえてよかったねっていうね、思っていただけると、ぜひね、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、今回も、ね、その勢いのまま張り切ってスターホースポケットプラスプレイしていきたいと思います。コメント、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでいきましょうか。先日ね、初の1000万超えをね、1000万超えの馬券を当てた私ことアキキュンなんですけれどもね、その時3200万枚となりましたね。土曜日の晩に1900万ぐらい当てたんかな。それでね、トータル3100万枚ぐらいメダルあったんですけど、昨日一日、全く当たらなくて、昨日一日全く当たらなくて、1000万ぐらいなくなってますよっていうね、そんなとこですね。そして、デイリークエストで馬券を当てるっていうのがあると思うんですけど、あれをね、達成したのも、もう10時、11時ぐらいやったんで、ね、全然一日当たらなかったっていうのがね、うまくできてるなっていう、そんなとこですね。はい。そしたら、ありがとうございます。おめでとうございます。ということで、週刊馬券配当ランキング、ありがとうございます。そして、ジャックポットランキング、28、ありがとうございます。ね、そして、週刊勝率ランキング、ありがとうございます。80ですね。そして、電動馬獲得賞金額ランキングにて55位、ありがとうございます。ね、週刊獲得賞金ランキングにて36位、ありがとうございます。多分、あれですね、90万いったんで、その馬ですね。さあ、プレミアカップ。ママバー、葵です。ありがとうございます。至らないところもあると思いますが、お手伝いさせていただきます。はい、まずはね、供養しに行くよということでいきましょう。これをやることでね、医師のね、消費がなくなるんで、ね、皆さんぜひね、供養してみてはいかがでしょうかっていうね。そして、おめぐりも引いて。1。当たりー、ラッキーグッキーハグッキーラッキーね。ラッキーボイスに当選、いいことが起こりそうです。さあ、いいことは、ね、行動したら起こりますよということでしたが、いいことも悪いことも行動することで起こるので、ね、何もしない、じっとしてるっていうことが正解っていうこともね、中にはあるかもしれないですね。はい。ということでね、さあ、こちらの方もですね、サボりにサボりまして、ライバルはね、見事ね、サイレンス鈴鹿、ディープインパクト、ね、クリアしましたよっていうとこなんですけどね。いやー、サボりにサボってね、6回も残してますよっていうね、ね、5回も残してますよっていうね、そんなとこでしたね。ポイントはね、まだ60万あるんで、一通り、ショップでは交換したんで、あとね、余ってるやつでね、いろいろちょっと交換してっていうとこですね。ね、こっちの赤い方はね、次回持ち越しできるんで、こっちの黒い方のポイントはね、その時限りなんでね、使い切りましょうね。さあ、ということで、本日アップデーなんかな？アップデートが入って、多分実名馬クエスト、ね、ウマ娘とのコラボがね、始まると思うんですけどね。で、実名はクエストもあると思うんですけれどもね、楽しみですね。そうなんですよ。でね、もうセクレタリアットでなんとかね、ちょっと100万超えたいなと思って頑張って作ってるんですけどね。まあ、占領役者で。一応、ね、このスパイシーがね、アルピニスタ、ね、フリント社、ね、18.75 が2個ついてるやつですね。ニックス×、フリント、ニックス×デインヒルやったかな。デインヒルと、もう一個なんてサドラーズウェルズやったっけな。かなんかの×2がついて、18.75 が2つついてるっていうね。っていうのに、距離適正がね、結構伸びたんで、セクレタリアとつけたところね、完全制覇狙えそうなやつができたんですけどね。まあ、成績としてはこんな感じですね。ものの見事にね、
はい、負けましたよ。 1.2 倍で負けましたよね。そして 1.3 倍で負けましたよっていう、そんなとこですね。そして3着が先行してるっていうね、そんなところですね。うん、まあまあまあ、もう100万はもう無理なんですけどね、まあ、ぼちぼち走らせてますよっていう、そんなとこですね。で、先ほどフェブラリーも勝ちましたので、まあタイトルね、まあタイトル取りつつね、これ取りつついきたいなと。まあちょっとね、いつもね、いつもそのね、前半しかやってないんで、ちょっと後半もね、やっていきたいなと。後半というかね、中盤、序盤、中盤、終盤ね、隙のないちょっとプレイをね、していきたいなと思いますね。えフル行ってネタがっていうね、うん、ということなんで、フェブラリー買ったんで、もう一回ロングにね、チャレンジしましょう。適正な馬体重ですね。適正な馬体重ですね。ねえ、馬たちが躍動するスタポケをね、ちょっと皆さんに見せたいですね。一応親馬がね、70万ぐらい稼いだ馬なんで、二次馬群にはなってるんですよね、素質もね。うん、なのでね、期待はしたんですけど、ちょっとね、ね、あれがプラスならなかったのが自体ですね。2頭ね、だから駆け込みで1000円セクレタリアで2頭作って、2頭とも二次ワゴンやったんですけど、もう片方は距離適正がね、1200というね、おぞましい1200から2200っていうおぞましい結果になってしまった。うわ、かっこいいな、ここ。結構ホノルルってもう飛ばしがちなんで、世界ナンバーワンのスタイヤーを決める一戦、飛ばしがちなんでね、いろいろ結構景色が綺麗なんですよ。ゲートが開いた。ね、まずまずのスタートで、いろいろね、こうやって見ていくとね、やりましょうか。イヴァンベイが先手を取ります。ね、すごい。そのうちにクラシッククリシェ6番。すごいんですけどね。上がってまいりました。いや、ちょっとね、いやこの内を通ってスルスルと、このね、バックの時もそう。バックの時あれかな。これジョッキ時点の時に。こうタップして、こうね、横にこう動かすと周りが見れるみたいな、そういう仕様にしてくれて、多分それだけでも結構もう変わると思うねんな。でそれもまあ課金でもいいですよ。あのファンファーレとかと一緒で課金して購入して、あのカメラのアングルこうやって選べますよでもいいと思うんですよ。いや、そうした方がいいと思うね。それだけで全然多分変わると思うねんな。僕やったらそれは課金しますね、間違いなく。うん、っていうところで飛ばそう。ねえ、ここね、自分の目の前しか見えてないからあれやけど、多分ジョッキーって結構乗ってる時キョロキョロしますもんね。ほら、これも飛行機飛んでるの、こうやって上にね、画面動かしてちょっと見れるとかね、この絶対楽しいなと思うんですよ。さあ、最後の力を振り絞って、さあ振り絞ってくれ。関連性かかってるぞ、アキアキュン。おっ、来た。ハーフビジョンがね、見る余裕があるか。もうこれはね、安心して見てられますね。ぶっちぎった、ぶっちぎった。アキアキュン大将、この馬の力を本当によく知っている川田騎手、お見事でした。おお、めっちゃ叩くやん。来ました。馬ってね、やっぱ体でかいじゃないですか。体でかいじゃないですか。でね、皮膚もね、分厚いんですよね、やっぱり。その分体でかい分だからね、結構ね手でね、今みたいにめっちゃ叩くやんって、強く叩いたぐらいでも意外に馬ね、感じないんですよね、人が叩くぐらいやったら。だから結構強くね、叩いてるように見えて、いや虐待っぽく見えるけども、でかいんで、馬自体はね、そんなね、感じないっていうこともね、聞きますね。人間のね、人間なんか無知は痛いと思いますけど、無知はさすがにね、痛いと思いますけど、だけど手で叩く分、首元とかね、首筋をこう結構ね、力強くワシャワシャしたらんと、もう馬って感じないらしいですよ。いや、何が言いたいかというと、自分の主観だけであんま物事を見ない、客観的に見るっていうことが大事ですよっていう、ね、そういう話ですよね。ドドンっていうね。いやいや、競馬ってそういうね、いろんなね、いや競馬って結構人生語れんねんな。競馬で、競馬に例えると、競馬から学ぶことも多いし、競馬で例えると物事分かりやすかったりするし、でやっぱね、競馬って人生なんですよ。
嬉しそうですね、はい、いい感じですね、うん、あけきゅん今日もね絶好調じゃない、絶は絶好調の絶はあの下のね絶って書いて絶好調ですね、あけきゅん絶好調じゃないの今日もっていうね、いい感じじゃないのっていう、そんな秘書のアシストもあったところで一番人気ですね、行きましょうね、単独券は残してましたよっていうとこですね、完全制覇した時はあのもう他の単独券使わずに行って、でそうそう、あの3冠取れへんかったからね、うん、オッズも出んやろうなと思って、ね、アーキアーキューン、アーキアーキューン、時間を、いや本当はね、世界一の勝負をかけてスタートを切りました、今週、いや先週か、なかなかいいスタートを切ったようで、金曜の晩か土曜日の晩かに生配信をねしようと思ったんですよ本当は、いやまあしなかったおかげで日曜日にあのね1900万という馬券を当てれたわけなんですけど、だけど本当はね、そんなことよりも僕はライブ配信したかったんですよ、うん、なんですけどちょっと仕事がね、お、シャチおった、シャチおったね、シャチがおった、珍しいんで皆さんね、シャチンを取ってくださいね、ドドンっていうね、シャチのシャチンを取ってくださいね、ドドンっていうね、いやいや同じこと2回も言わんでいいよっていうね、リボーでやります、いや仕事がね、僕専門家じゃないんですけど、専門家じゃないんですけどね、あのまあ仕事頼まれてで仕事せなあかん、でも業務時間内にはもう普通の通常ルーティン業務があるんで無理なんですよね、だから土日にちょっとやらざるを得なかったっていうところで今回ねちょっとライブできなかったなっていう、アーキアーキ軍が2番手、このまま抜け出すか、1番内オルコックアラビアンが頑張っている、怖い馬が来た、1番、まあね仕事も大事なんで、うん、毎月給料もらってボーナスをもらってなんでお世話になってるんでね、たまにはっていうそんな感じですね、おーいいね、やっぱ完全制覇者とはいいね、ここでは負けられない、強い、ポーズ決まった、先頭1着1番アーキアーキ軍スーパーワールドブリーダーズカップ2勝目、おお694すごいね、三大始祖が3頭並んでこの決着はすごいけど、その先に1頭いましたよっていうね、いいね、あちなみに1900万当てた時 の, あの動画は撮ってなかったんで、動画は撮ってなかったんで、ね、スクショだけね公開しときたいなと、あ、ツイッターの方ではね公開したんですけど、まあねスクショだけね公開しときたいなと思います。さあいいね、さあ23週しかないからね、ちょっとここらでもまあ順調にね勝率も 54% あって、まあ G1 もぼちぼち勝ててるんで、だからタイトルはねそろそろまあ具合よく取れていけるんじゃないかなっていうとこなんですけど、まあ、負けなければね、なのでここはいい感じですね、単独権があるんでもう一回だけチャレンジしときたいなと思います、 WBC にね、 SWBC に、ね、単独権がねまた1個 SWBC の単独権が1個あるんで、ここはちょっと一番人気ね、WBC と SWBC と連投しておきたいなと思います。横綱相撲。ゲートが開いた。僕、まあ、ちょっと、Twitter もね、自分が動画出した時のとかしかなくて、皆さんとね、こう、コミュニケーション取ったりっていうツールであまり使ってなくて、で、まあ、フォローしてくださってるのもありがたいんですけど、ね、あんまり、まあ、気づいた時に、こう、フォローを、ね、フォローバックしたりとか、ってしてるんですけどね、まあ、その、で、ちょっとね、ほんまに去年のね、年末ぐらいやったかな、めっちゃ嬉しいことがあって、まあ、皆さんもね、ファンで、こっちからが一方的にっていうか、あ、この人いいなと思って、ファンで、有名な人のね、フォローしてることってあると思うんですけど、それはね、帰ってきたんですよ。フォローしてもらえたんです、僕。
っと嬉しくて、でね、その人、その人ね、相撲がね、相撲が好きみたい で相撲のね、ね、ツイートばっか、負け取れない。これよ、これ。いや、ほんまこんなんばっかりなんですよ。残念じゃないよ。だから SWBC のね担当権使ってももう一回使うから行こうかって言って負けるっていうね。以上のように確定しました。これがね30周やったらね行ってもいいんすけど、もう一回ね、もう一回行く、まあいっか。そうそう、あの要は相撲がね好きな人の、あの相撲が、その人相撲が好きで、で昔にね、あの運転免許のやつもそうなんですけど、それと一緒にね相撲のゲームしてほしいですっていうね、あのリクエストがね来たんですよ。で僕それ買ったんですよ、やろうと思って。ただ全然できてなくて、でね、その時のね YouTube のアカウント、コメントくれたアカウント名とその人のアカウント名が一緒やったような気がするんですよね。一緒っていうか一文字違いというか、なんか共通点があるんですよ、相撲とそのアカウント名と。だからそれせんとって思ってるっていうね、うん、それだけの話を今延々としたっていう例だけですね。いやもうなんかね、もうテレビでその人見た時に僕はもうね、この感じ、このゴーンっていう、このゴーンっていうような衝撃を受けたわけですよ。本当に頭の中でもうテレビでその人見た時にゴーンってっていうね、確定演出が来たわけですよね。先頭はアーピアキューン、どっからでも何でもかという感じか。さあこのまま逃げ切ってしまうのか、ドバイミレニアム。前ね、この馬に敗北の2文字はありませんみたいな実況言われたんですよね。あれかっこよかったな。あれはね、それはね録画したんで。恐れ入ったアーピアキューン1着、なんとまあ強い。いやーこれはすごい。いやーこれはすごいよ。適正の馬体重、さあそしたら無事にね勝てましたんで、適正の馬体重ですね。 SWBC ね行きましょうか。単独権最後ですね。これでちょっとこの後はもうタイトルを狙っていきたいなと思います。10勝はしとかないとダメなんですけど、もうねすでにね4回目に負けてるからね、これがね全部1着に上乗せされてたらもうめちゃめちゃもう100万コースやったのにな。一番人気です。よし、たやすく行こうぜ。だから次のスタボケの、まあ、次の生放送で、公式のね生放送で、2月26日、お、またシャチおるやん。シャチのシャチみんな取っといてよ、どん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 。パシャパシャしといてよ。シャチが水の中、イルカが水の中泳ぐように、パシャパシャね、シャチに取っといてよっていうね。そんなシャチいるかっつって。ねえ、そんなこと言ってるやつおるかっつってね。ドドンドドンドドンって。何がおもろいねんですね。いやいやいや。いやそのテンション好きよって言ってくれる方もいるんで、ねえ、マッチェム、そしてその後ろから4番ヨアルコ、フルコンボやん、来たね。これもいや昨日だって1000万飲まれたからメダル、まあ馬券でですけど1000万飲まれたからね、その分の払い出しは来てもらわんと。これはもう来たね。これは余裕しゃくしゃく、アピアキューンが先頭だ。アピアキューン楽勝ムード、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。1着アピアキューン、スーパーワールドブリーダーズカップ3勝目、やっと3勝目よ。 OK、 いいね。ありがとうございます。ナイス。さあというところで、どのタイミングでねタイトルを狙っていけばいいのかなっていうところなんですけど、そうね、もう一回 SWBC にはいけるようにしとこうね。一番人気です。格が違う。近代競馬、ここはねパパッと飛ばしていきたいなと思います。おう、ゴーン、2番トリプティク、ゴーン、ミレニアムが来ている。先頭川田とアピアキューン、はい、ね、内か外か、サインはもう渾身の、渾身の鞭さばき。綺麗に負けましたので、これで気分よく
気分よくというかね、機嫌よくね、あれに行けますね。国内に戻せますね。なのでね、順番に取っていきたいなと思います。ドバイターフ取ってね、天皇賞ね、この辺行きたいな。この辺からかな。この辺ね。ここも狙って、うん、ここがあるからね、ここと、うん、ここ取っときたいですね。さあ行こうか。さあ女王君臨ということですね。僕がね、馬券その1900万取った時は、1000万超えした時は、僕の馬からじゃなくて、多分3番人気か2番人気かなんかのこういうゾロ名のやつやったんですよね。それの裏表で勝ったんですよ。なのですが、今回も、まあいつも通りゾロ目でっていうとこで、ね、この辺、2番のね、ネオリアリズムもこの辺ゾロ目になってるから怪しいっちゃ怪しいんですよね。いっぱいおるからね。うん。で、この馬も、まあ僕の馬の逆ですけど、まあ 69.9 というところで、まあ5とね、ああ。まあじゃあ1番人気は、あと2番人気はちょっと外して、ね、これとこれ、ね。だから、1と12。1と12を、ね、5000枚ずつ買っときたいなと。おーっと!リミット期が切れてるね。リミット期が切れてるけど、ここはでっかい馬券を取るとこ見せたいなというところで行こう。さあ飛び出した12頭4番モナークスグレン、ちょっとタイミングが合わなかった。めちゃめちゃ出遅れてるやん。モナークスグレンね、体調が優れんのかなっていうね。ドドンで決まったところで、ダジャレが決まったところで7番プロミシングラン、そして外からはリアルスケール。そうなんですよ、先駆けはね、あれですね、6番先駆、先駆けはね、ね、これね、大逃げっぽいですよね。直線で突き抜けてっていうね、大きくリードを使った後粘り切るっていうね。うわ、すごいわ、来たわ。あと1が12や。さあ、いっぱいになったん。ペンバトル、2番人気やん。おい、ターフ、ターフ以上見る余裕なかったとかやめてくれよ。あ、ターフ。よかった。ねえ、見る余裕があるかーって、やっぱりなかったみたいなオチになるんかなと思ったけど、よかった。1-12ね。1-12ね、惨敗でしたけど、まあ、こっちのゾロ目は綺麗に来てたなっていうね。リアルスティールも、まあ7番人気なんで、絞れるっちゃ絞れたかな。うん。さあ、無事に勝ちましたが、まだまだちょっと余裕はないので、タイトル、を狙っていきたいなと思いますよと。ねえ、どうしようかな。天皇賞、天皇賞行くか。天皇賞春1番人気です。さあ21番、ね、ちょっとオッズが、ね、良くなりましたね。うーん、いやー、グリーンちゃん成績がいいからね、2着きついな。シュバルグランはちょっと12着前走なってるから、ここはね多分4着、うん、ぐらいかな。3番人気、お、いいね、14で来てる。まあ、じゃあ G2 なんであれですけど、G1、G2 なんでね、あれですけど。わ、これか、あ、2、あ、2、4、2、4だな。よし。なので、6から2、4。もう逆の可能性は一切捨てて、ね。あ、違う、あ、忘れてた。皆さん今ね、いやいや、おい、お前、交換しない、交換しないって思ってたやろな。ね、いやいや、お前、あれやぞって、ウィンリミット、天皇盾を継ぐのはどの馬で、解放しないぞって、ウィンリミット、さあ行こう、忘れてんぞって皆さん思ってたんちゃうかな。いやいや、編集してカット、そこカットしてるから、ね、いやいや、あいつやったら買ってるやろって思ってくださってたのか、それとも、ね、あいつ忘れてるぞって思ってたのか。これが先頭、4番、クリンチャーであります。6番、アーキアーキューン、徐々に差を詰めます。さあ、山勝来店、その後ろ2、4ね、いいとこいいね。10番頑固、そうそう、だから先駆けっていう客室は大逃げ好きやったら意外にね、好きな客室ちゃうかなと思うんですけど、さあ2も4も、2も4もいいとこにおるけど、いや、スクワンといてくれ。おお、粘ってる。おお、粘った。やば、大当たりやん。まあ、シュバルグラン2番人気なんであれですけど、でも2位もね、そこ来てるから、
マジかよ。まあ、100万はいかんかったらいいんじゃない。やりました。うんうん、まあ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 、100万ね。うん。オッケー。確定しました。おお。おお。絶対刺されたと思ったわ。そうね。2000万枚あるから、思い切って。10日のやつやっとく。さあ、そしたら宝塚記念行きましょう。素質ある馬を作って、もう連投連投です。いい感じですね。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。そうそう、負けそうなね、そんな気もしますけどね。うん、そうっすね。いやーもう何も考えんと、まあ、またね。ああどれもいる。あ、これいいですね。ビブロスね。ビブロス4着まで来てんのいいね、これね。やっぱり、9-4ってね。うん。調子が上がってきてる証拠ですよね。いや、ワーザーも。ワーザー、ワーザー、許してくれますかですね。いや、どうしよう。ね、単純にこの、まあ、11番人気、12番人気、やっとくか。よし。真っ青な緑の絨毯を踏んで、そのうちからは6番、里のダイヤモンド、1000万当たる瞬間をね、ちょっとお届けしたいですね。それから7番ミッキーロケット、40から奇跡であります。3番アーティアティーンが先頭です。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。アーティアティーン先頭独走になっている。外からはダンビューライト。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。ノーブルマーズダメそう。川田とアーティアティーン、なんかいろいろ2番手、いろいろダメそう。ダンビューライト先頭、ね、川田とアーティアティーン捉えるか。ダンビューライト外からミッキーロケット、ダンビューライトかミッキーロケット。惨敗。首の上げ下げ。さあこの一着は際どいぞ。おお、惨敗や。12番2着。そうですね、ここ行ってここ行ってで、ここかな。うん、それくらいかな。なので、うん。先に WBC 行っといた方がいいかな。ね、ちょっと5着になったんで、続けてね、続けて5着みたいなことがね、起こり得そうなんで。どうしようかな。適正の馬体重ですね。WBC 挟むか。嬉しそうですね。ね、ちょっと挟もうか。まあ、負けそうな気もするけど。いやーこれね、最初のね、条件戦の時にね、1200が得意ですって言われたんですよ。だからこいつね、1400やったんですよ、その時。なので1200が得意ですって言われたんで、しょうか。一番人気です。全然あの辺のね、コメントって気にしたこともないですけど。投票受付を開始します。うん、まあ、1.5 やから多分距離合ってないからやろなと思うんですけどね。復活の時、行こう。光に彩られた直線の光に彩られてるよ。オッケー。まずまずのサポートに上がった。そして、果たして何が行くのでやりましょうか。先頭に立ったのは10番メイソン。フィーバー。11番スティールハートが上がってまいりました。です。フィーバーです。ぐんぐん上がってまいります。ぐん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 上がっていってるよ。そしてその後ろから8番パストラルパートゥーツ、メッカゼンゲル。世界最速の座をかけて、噴水も上がって、そして3-7も揃った。カカは間違いないですね。独走になっている。3番手に稼働ジェネル、アーキアキューンが抜け出した。先頭川田とアーキアキューン、先頭川田とアーキアキューン、ゴードンロードバイロン。いやー、えげつない足で来るからな。おお、怖っ。アーキアキューン、マルシャンボール、馬体があったところがゴール板。もうほんまえげつない足で来るからな、1000m。よし。勝ちましたので、ね、WBC に、SWBC に行きたいところですけれども、ここはちょっとタイトル狙ってね。適正の馬体重ですね。適正の馬体重ですね。タイトル狙っていきたいなと思います。まだまだね、取れてないタイトルいっぱいあるんでね。三冠が取れてない分、ちょっとね、SWBC でね、稼ぎたいですけど。もうね、パッと見た感じね、これとこれでもうね、メダルはね、増えるともうパッと見た感じだけでしかいかないんでね、
他の要素を一切排除してしまうっていうのがね、多分悪い癖なんですよね。いろいろ見て総合的にね、判断していかないとね。そうは言ってもなんですけど、こういうのこっちとこっちがねダブルで来てたらね、なんかねいい感じなんですよ。39よし、まあまあいっか。まあね、9から自分の馬ね飛ぶことも考えて9から行きたいですけど、まあまあ15、12、ね、これで行こうかな。ね、これでいこうかな。チャンピオンズカップ12頭、ちょっとしっかり馬券も当ててるとこもね、取ってるとこ見せたいですね。そして5番手に11番サンライズスターであります。そのうちに5番オメガパフューム、その後ろでやりましょうか。2番キラボプラターシュ。大歓声が上がる中京競馬場、大歓声が上がる中京競馬場。11、12やね、3じゃないね、22やった。先頭川田とアキアキュン、三つ葉が2番手、先頭川田とアキアキュン、エイチブレイブ懸命に追った、並ぶか並ぶか、エイチブレイブ1着、エイチブレイブチャンピオンズカップ勝ったのは3番。はい、負けましたということですね。1着3番、2着4番、まあね、負けましたということですね。さあということなんで、これいってこれいってこれ狙っていく感じかな。とりあえずはね、いい仕上がりです。ってなってくると週がねやっぱりちょっと20週でねカツカツなんで、一番人気です。今月最後のねセクレタリアとの、ただいまより投票受付を開始します。おおおお、いつもゾロ目のような気がするけど、プリンスオブアランね、アランウェイクのね続編が出ないんですよね。外あれ、あ向こうでは出てんのかな、日本版がまた出てないんかな。うん、入着までね。よし、じゃあもうこれはね、これでね、とんでもない奇跡を見せましょうね。いや、1900万やったら、あのその日のジャックポットのランキングには乗りそうなんで、次のね、あの生放送楽しみですね。2月の26日やったら、25か。どっちや ?2月の25か。日やったら僕の名前が出てくるかなっていうね。そんなとこですね。さあ、このまま逃げ切ってしまうのか。アキアキ運が抜け出した。パキスタンスターが2番手。ロストロコービチが差を詰めてきた。ここでは負けられない。アキアキ運、外、リスグラシューが来ている。1着、ダメだ。香港バーズ。さあちょっと負けてきましたが、まだまだ全然取り返せるので諦めずにいきましょう。さあ有馬記念です。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。そうか、 2.8 か。うーん、そうね、いやいや自分の馬から買うから負けんにやろうっていうね意見も多分あると思うんですよね。うん、なんですけど、なんですけどよ、けど、あでもね、こうやって見るともうゾロ目がいっぱいあるのがもう僕にはね、もうねこの衝動を抑えれないんですよね。もずかっちゃんね、幼虫が4-4。いや、もずかっちゃんが、もずかっちゃんがなんか、2人、1番人気、2番人気であれやな、ゾロ目来てるから、もずかっちゃん。もずかっちゃんから、じゃあ1と2番人気ね、4。この場合はちょっと2つ買っとこうかな。裏表買っとこうかな。1、4。ね。よし。はい、ちょっとね、購入をしたところ。ね、エラーで落ちましたので、ね、もう一回。これ、エラーで落ちたときってね、来ない気がするんですよね。まあ、基本来ないんで、まあ、たまたまのような気がしますけどね。
たまたまとは思ってますけど、さっきも聞きないめったに来ないですからね、当たる時なんでね。さあ、先行グループ、さあ皆さんの夢は何ですかっていうね。ここにいたアーキアー君、大舞台の重圧を跳ねのける力が、奇跡が大逃げかましてるから、どこら辺まで追い詰めることができるかな。内から一頭ミッキーロケット、さあこれは世紀のレース、世紀の一戦だ。おお、いいこと言われてる、かっこいいぜ。ちょっと待って、カッちゃん来てんじゃん、カッちゃん来てるんじゃん。このまま逃げ切ってしまうのか。先頭柴田と遺跡、カッちゃんは来てるけど、アキアキ鞭が飛んでいる。アキアキ君、モツカッちゃんが2番手、カッちゃん来てて僕のが捉えるか。モツカッちゃん、さあ三着は奇跡。12番モツカッちゃんだ。この時奇跡人気ですか。あ、デムールやってくれるやん。モズカッちゃん来たじゃん。なあ、まあ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 、奇跡は人気か。3番人気か、そうか。モズカッちゃん来ましたね。2着かよ。さあ見せ場はあったかなっていうようなレースでしたが、買ってくれないと意味がないんですよ。競馬2着もドベも一緒なんですよ。さあというところで、そろそろ時間なので、まあちょっとね、不本意ではありますが、 SWBC に行って終わりたいなと思います。ね、本当はタイトルをここ出していきたいんですけど、まあ時間も時間ということなんで、行きましょうね、頑張っていきましょう。どん、世界一の称号を、まあまあ買ってくれればね、まあ後でしょう。なかなかいいスタートを切ったようになりますが、さあ何がいいか。内から一頭エクリプス、さあ頑張ってくれ。ランドマズロか、じわっと上がっていく。せっかく出したんやから勝ってほしいなってね。どの馬なのか、アキアキ君が三番手といったあたり、一応一番人気ですからね。まだ粘っている。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。3番手にアキアキ君、先頭行くオルコックアラビアン。あーもういっぱいか。9番の馬も一緒か、客室。2番手に外からはストーリーローズ、捉えたかわした。でも7がマッチもやから、これはストーリーローズ先頭、川田とあれ全然違う。内か外か、あれどうなった、ところどうなった、渾身の鞭さばき、並んだところがゴール。いやー、3着か、そうか、4着か。よく頑張りましたね。はい、ということで、ね、買ってやったーで終わりたかったんですけど、まあ、そんなうまくいかないですね。うん、そんなに人生うまくいかないよっていうところを教えてくれる、そんな競馬の素晴らしさね。というところで今回これで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。メンテ明け後、おそらくメンテ明け後ですよね、実名馬クエストがあるのね。まあ、ウマ娘とのコラボということなのでね、それも楽しみでね、やっていきたいなと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。コメント、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画で会いましょう。今日も一日、頑張れっつ。